今日もお化粧していきます。すでに下地のメラノ CC シリーズを今塗ってるとこです。だけどナチュール C がまだあるのでこちらも使います。使いまくり。私の目標は綺麗に消えるっていうことは絶対ないと思うけど、薄くなってもらうのが目標です。で、今からもう紫外線を受けてこれ以上増やさないっていうことも目標です。はい、下地塗りましたのでそれでは化粧に入ります。そしたら下地セザンヌのこれこれを全体じゃなくてこの光る、テカるのが嫌だなって思うところにマスクゾーンですよね、マスクゾーンに塗ります。これにも日焼け止め防止、日焼け止め入ってるんですよね。そして次こちらのサナのグロールミナイザー UV ピンクグロウ、これも UV ね。何でも UV 入ってるから、日焼け止めみたいな、ごめんなさい詳しくないんだけど、詳しくないんですよ。そういう UV なんちゃらとか SPF なんちゃらとか、よくわかんないけどいいんだろうなと思って使ってます。目の下にこのテカテカをつけて伸ばして、伸ばして。これね、これもすごくなんだろう、顔に光沢が出ていいわ。はい、そしたら、次ファシオのこちらのウォータープルーフクリーム、ファンデーションなんですけど、これを塗ります。霧を使ってて、そうだな、その汗をかいても取れづらいとか、多分すごくマスクで蒸れてるんだけど、その蒸れてる肌だけど剥がれてないです。大抵剥がれるというか弱い、普通のファンデーションだったらね、ムラムラになってるというか、ガシャガシャになってドロドロになってるんですけど、こちらのウォータープルーフのファシオのファンデーションはマスク外した時見てもおーっていうぐらい、セザンヌのストレッチコンシーラーも使ってるし、もうダブル使い。汗かくけど、外にいて汗かいた時に鼻の頭って私すごく汗かくんですよね。だから鼻の頭の毛穴はね、埋めるわけにいかないから、そこから汗は出てましたけど、ものすごく皮脂崩れを、皮脂じゃないし、ファンデーションが崩れたかと言ったら崩れてはいなかったです。なので人それぞれの感想はあると思いますが、私とにとっては、私のような汗かきの人にとってはとてもいいと思います。もう季節関係なく、冬は冬でニット着たりとかして暑いし、北海道暖房が完璧なので暑いし、なので一年中使おうかなみたいな感じです。ちょっと全体に塗っちゃったかな、自動的に塗ってしまうわ。で、この後ちょっとこのシミを隠します。このとこだけに塗って指で伸ばします。ファンデーションはメディアのこちらの相変わらず変わりません。パウダーファンデーションを頬の部分につけまーす。もうこの辺重視だから、この辺重視。余ったのをここ全体につけて、で付属のバフで余分なものを取って。なじませた。よし、そしたら次は、はい、じゃあ眉毛からいきます。眉毛、先日買ったビセリシェのアイライン、アイブロウペンシル、ブラウン濃い色
まずこのブラシこれで溶かして、最近ちょっとパウダー、フーミーのパウダーアイブロウ、眉毛はやめてるんですよ。これで一本一本描きます。ピーッとこうまず線描いて、であとはこう一本一本描きます。でここ欲しいから、ここもで、ここは上に向けて描く、こう毛の流れに沿って描く。でこちらも同じ線をピーって書いて、でここと繋げて書く、足りないところを書く。ここも絵の流れが上に向かってるから、ちょっと上に向けて書く。でこちらのブラシでぼかします。でちょっと見て足りないようなとこがあったら、ちょっと付け足してつけて、で、先日いつだ購入した高い、私にとっては高めのファシオの眉毛マスカラを塗ります。ブラウン、これはなんかさらっとした使い心地というか、固まる感じはしない、安い100均とかの、眉毛マスカラだったらなんか固まるというか、しっかり塗らさるそれはそれで全然いいんだけどね、これはなんかさらっとした使い心地のような気がする。もうこの眉毛を持ち上げてるっていう効果がものすごい硬くはないよ、柔らかい感じに思います。はい、こんな感じです。そしたらマスコの、ね、この粘膜の種付け、はん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 、でトン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 、はい、休みの日に口紅はね、久しぶりに普通のスルスルのちょっと光沢のある普通の口紅、グロス系のをつけたんですけど、やっぱいいですわ車運転したりとかしてる時は全然マスクしないし、お店に入るっていうかね、服とか見たいなとか、まあそういった類のお店に入る時だけマスクするようにして、休みの日はなるべくマスクしたくないからよかったらもう、アイシャドウいきます。はい、そしたらですね、この色遊び、この色遊びの4色アイパレット、名前は素晴らしい未来が待っているっていう色の名前なんですが、いつぞやの動画で言ったかもしれない、言ったと思うんですけど、この鏡がですねちょっと歪んで見えるんですよ。だからこの鏡を見たくないんですよ。でこの色を今日はちょっとつけてみますね。鏡を見ないで頑張ります。このちっちゃい鏡で化粧します。もちろん全体を 見渡さないとダメですけどね。でまずこの一番明るい色なんですけど、これをねまぶたにつけます。難しい、一番この鏡使えれば一番いいんですけどね。はい、で塗ります。ここの輝き、このシアー感だけど、最近また思うんだけど、マスクしてるけどマットな口紅だから、目は輝かせてもいいかな、夏だしコロコロ変わるマイブームなんですけどで、あと付属の細いのを使チップ使って、またこの雪がつけた明るい色を目の下にもつけます。今囲みメイクみたいなのが流行ってるんですよね。なんかヘアメイクさんもやってますもんね、プロのね。そして指で伸ばしてこんな感じでございます。ドアップごめんなさいね、でも分かりやすいんでしょ、ドアップの方がね。はい、そしたら次にこのピンク色をこのチップでつけます。
この二重のところにね、で指でぼかして、指でぼかして、こんな感じですね。目がくっついちゃう、はい。そしたら次にこのピンクなんですね、なんか濃い色なんですけどね、これをまた細いチップの方でアイラインの目尻に全体につけちゃう、この際につけちゃおう、際に、際につけて、でこの今つけた色をこのここにもつけます。でつなげちゃう、こことつなげちゃっていい、つなげちゃって、でもね、最初はこれって思ったけど、色味なんかもしかしたら可愛いかも、可愛いですね。製造元とかを見て、ってかとか思うけど、そういうことではないんですね。はい、じゃあこの最後にこれを、また目の際にちょっと、なんだろう、これは光らないタイプの。パウダーなんですが、これもこの目の下にちょっと塗っておこう。色遊びっていうぐらいだから、いろんな付け方していいんです。でこう目頭ここにこれをギャルのようにこうちょっと乗せてあげて、そしてあとはもうぼかして、指でぼかして、そしたらフーミーのキラキラピンクをちょっと粘膜にのせつつ、全体に塗ったりキラキラを増します。やはりこれ風味は風味でね、もちろん違う色味を出すから、これは絶対可愛いですよ。このアイライン可愛いです。はい、そしたらこの終わり、これ使い終わりました。あとは今日はビューラーします。そしたら風味のフロークのアイライナー、モカブラウンインラインとして使っておきます。これは普通にインラインじゃなくてアイラインとしても全然すごく使えますし、なんだろう、そのウォータープルーフっていうのはこんな感じだから取れないですね。涙流しても大丈夫です。本当にウォータープルーフの化粧品が増えたんじゃないだろうかって思います。そうしたらフーミーのハイライター、休みの日はねフーミーじゃなくて、なんだろうな、セザンヌとか、いろいろ使ってるんですけど、なぜかフーミーに行ってしまう。それは手に取りやすかったからです。でもこれ肌に馴染むから黄色使い狩りがいいんでしょうね。こんな感じでやっぱハイライトないと物足りないです。そしたら今度シャリー、これですね、キャンメイクのってキャンメイクのシェーディングパウダー03。すぐね、名前とかね出てこなくなってきてるんですよね。あれなんだっけ、あれあれあれって状態です。あれあれあれ、あれね、分かった、で通じちゃうなんかそういう中で分かった、あれあれあれ、あ、分かっただんだんそういう風によく言えば健忘症っていうのに なってきてるんですね。そしたら今日はマスカラはブラックにします。こちらはなんだっけモテマスカラのメーカー、ファッションじゃないです、ファッションじゃない、メディアじゃなくて、これをつけます。一番ね常備してあるのがメディアのウォータープルーフマスカラです。気づけば 2,3 個ストックっていうかねありますそれがね私には一番使いやすいのって、カラーマスカラもいいんだけど、やっぱりなんかね締めたい時とか目が大きく見えるとか、そういう時にはやっぱ黒ですよ。私目の色が黒いです。もう目の色がちょっと茶色とか茶系の人だったらカラーマスカラがすごく似合うのかもしれない。私は割と黒がやっぱり使ってて目がぼやけないなって思っている時があります。だけどね、カラーマスカラもフーミーのカラーマスカラも可愛いからもちろん使います。可愛い。そしたら系統とか。頬紅ですね。頬紅いきます。どこ行った？もう今日も風味を使おうと思いましたが、使います。この色も、これピンク系のこちらをのレオとマーズリー、鼻の小鼻の横からシャッとつけていく。でこの白く見えるけどうっすらピンクなんですよね。これを輪郭に使
切りぼかして、でこのここにもさっきハイライトを入れたんだけど、ここにもピンク系の色をちょっと重ねがねてですね、であとこうプッシュします。はい、最近本当にこんな付け方ばっかり。そうで、あ、最後にこちら、ユアグラムのパウダーをつけて、なじませて、もう一回ちょっと口紅をしつこいようだけどつけます。粘膜のとこグッと、ちょっと顔の毛が抜け気味になってきて、ここもめっちゃ重ね付け、そしていつもの高精のメイクキープミスト、はい、で終わり。わはい、こんな感じで終わりましたが、こちらのファンデーションファシオのね、ちょっと拭き拭き、ファシオの BB クリームウォータープルーフ02番をですね、私、SPF50 プラス PA4 プラスというのが入ってます。これはとても、落ちませんね。ある意味、ね、シミも少し隠れますし、はい、で先日あの島村でね、友達と買い物しながらね、わははわははってまたやってたんですけど、あのミセスコーナーあるじゃないですか。ミセスコーナーでこう小鼻柄の服とか、うちの兄ちゃんとかね、そういう年代より上の方か、兄ちゃんぐらいの年代の方が着るような服売り場あるじゃないですか。そこで、いや私たちも70代とか80代になったらこの服を着なきゃならないのかなって言って、こうお互いに当てやっこしてたんですよ。とっても今は考えられないんですけど、どうなんでしょうね、髪型とかも、きつめのパーマをかけて、あんな髪型とあんな服を着なきゃならないのかな、と言いながら2人でちょっと考えながら当てがけ、遊んだというかコーディネートしてみてたんですけど、どう見ても今の私たちに似合わないんですよね、はい、なので、50代の服ってなんだろうねって言いながら若い頃の物色してました、はい、ということで関係ないですね。当てがってみて似合ってればそれ着ればいいし、ダメだったら着なきゃいいってことです。それがもし80代の方が着てる服と被ったとしても自分に似合うんだったらそれでいいんじゃないかなみたいなです。はい、ということで今日の化粧はこれで終わります。今日は色遊びのアイシャドウ、はい、色遊びのアイシャドウですね、こちらを使いました。この動画が何かのご役に立ちましたら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。